ブレーメンドイッツ室内フィルハーモニー管弦楽団はドイツブレーメンに本拠を置く室内オーケストラである。2004年パーボヤルビが芸術監督に就任以降2004年8月のザルツブルク公演を表してウィーンスタンダード氏は作家のザルツブルク音楽祭における最高の驚き2005年8月の米ニューヨークタイムズ氏はこの夏の一大事件 ドクディベルト氏は現代で最高の透明感と感受性を備えたオーケストラと表現し、2007年8月にはニューヨーク産氏は今日の信頼できるベートーベンオーケストラと絶賛して短期間に国際的オーケストラとしての存在感を決定づけた。ドイツカンマーフィルはブレーメンの音楽シーンには欠かせない存在となっている。 毎年二つの定期公演シリーズと室内楽シリーズ、スペシャルコンサート、夏の野外音楽祭で演奏するほか、1998年以降は、ブレーメン音楽祭でも、クラウス・マリア・ブランダワー等と音楽劇場公演に出演するなど、重要な役割を担っている。ドイツカンバーフィルトやる美の関心は、現在その大部分が、ベートーベンの公共曲に向けられ、 このベートーベンへの強いこだわりが熱烈な支持を集める源になった。このコンビによるコンサートでは耳に馴染んだ名曲が常に世紀と説得力に満ちた新しい形で提示される。彼らが指導させたベートーベンの公共曲全曲を演奏し最新の 5.1DSD テクノロジーを採用してレコーディングを行うベートーベンプロジェクトは2008年に ボンベートーベン音楽祭の開幕コンサートで公共曲第9番を演奏するまで継続する。また、同プロジェクトによる CD 第1作となった3番と8番はドイツの年間非評価賞を受賞した。ドイツカンマーフィルはパーボーやルビをはじめとする著名指揮者及び世界の一流ソリストの共演を得て世界各地の主要音楽祭とコンサートホールに出演している。 2005年からは、レジデントオーケストラとして、ボン・ベートーベン音楽祭を支え、常に聴衆を沸かせた。2009年には、ザルツブルク音楽祭で、ベートーベンの公共曲全曲演奏を行った。これらの源となっているのは、オーケストラを起立する、室内学的アプローチで、各楽団員が室内学の演奏に様に、高度な自発性を持ち寄ることで、時として指揮者不在でも、 最高のコンサートを成立させることができる。現在では、レパートリーはベートーベンの公共曲を中心としながらも、バロックから現代を音楽まで幅広く拡大している。また、創立以来、特定ジャンルのスペシャリストを招いて演奏することが伝統になっている。ハインツ・ホリガーやピエール・ブーレイズと現代的な音楽で共演することと、トン、コープマン、トレバー・ピノック、 マルク・ミンコフスキラの古学指揮者を迎えてバロック音楽で共演することは同オーケストラではごく自然に両立する。また、ジャンルを超えたクロスオーバープロジェクトにも継続的に取り組んでいる。ザビーネ、マイヤー、ビクトリア・ムローバ、ハインツ・ホリガー、オッリム・ストネン、エレーヌ・グリモー、ハイン・リヒシフ、クリスティアン・テツラフ、エリザーベト・レオンスカヤ、ヒラリー・ハーン、スワナ・ヤキコ、 ジャニーヌ・ヤンセンなどの世界的ソリストたちと共演している。主なレコーディングは、ハーディング式で、ブラームス公共曲第3.4番やベートーベン、助曲集、ヤルビ式で、ベートーベン公共曲シリーズや中道行くよの、ピアノ独奏で、ベートーベンのピアノ競争曲全集などがある。録音は、ドイツグラモフォン、テルデック、BMG、バージンクラシックス、デッカ、ベルリンクラシックス、 ペンタトーンなど、権威あるレーベルによって、多様なレパートリーが収録されている。また、創設以来、教育事業にも力を注ぎ、コンサート入門やワークショップの開催、及び、各種学校や、成人教育機関とのコラボレーションなどに取り組んでいる。現在、同オーケストラは、企業として運営されており、楽団員それぞれが、共同経営者として、財政面についても、 全面的責任を担っている。同学団の助成金依存率がわずか40%にとどまり、残り60%を学団自らの収入で賄っている事実を考えると、この運営手法は特筆に値する。芸術活動と並存した企業活動の追求は、高パフォーマンス集団の研究家として、著名なザールラント大学のクリスチャン・ショルツ教授の、 指導によって実現した。この分野の研究成果をもとに考案されたマネジメントツール5秒モデルを採用し、オーケストラ企業として継続的な活動効率の最適化を目指している。また、ショルツ教授と共に5秒モデルの導入に関心を持つビジネス界、産業界の企業幹部向けにマネジメントトレーニングも実施している。創立35年を経て、 ドイツカンマーフィルがこのような大成功に至る背景には、クラフトフーズ社、ブレーメン貯蓄銀行、ケイファーアイセリーテクニック社という主要スポンサーを筆頭に取引先や出資者からの惜しみない支援があった。また、ブレーメン氏の全面的な協力がなければ、活動そのものが成立しなかったであろう。その他数多くの講演者たちから提供される。 活動支援と寄付金に支えられ、今後も音楽的な目標に向かってたゆまぬ努力を続けていくことができるのである。ありがとうございます。